い、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、とりあえず出発しますか。今回は誰が行きますか。はい、めぐちゃん。誰？キャンディーさん、めぐちゃん、ミラーさん、キャンディーさん。よし、この4人で行こう。お、新たなところ。あ、もうあれやん、超魔王のとこまで行けるやん。でもちょっとこっち渡っていけるけん、こっち行こっか。え、あっちの宝箱のとこ行けんかったんやけど、どうなんやろ。行くか。冒険ワクワク。ちょっと落ち着こうか。まあまあまあ、いいやん。バナナ狩り、ピョン狩り。え、これはちょっと、ピョン狩りの方行こう。急げー。ゴーゴーゴー。とりあえず、HP バナナはいっぱいあるけんね。いっぱいあるけん、とりあえず、ピョン狩りをして、なんかいろいろお金とか経験値とか、ゲットしていこう。お、全員手伝ってくれる。めっちゃいいやん。え、でも、これいつも思うけど、やっぱりね、一匹に集中攻撃じゃなくって、普通にばらけて攻撃してほしいよね。釣れない。ちょっと、そうそうそう。ちゃんと乗って。お仕置きフォーク。いいね。今の3匹いっぺんにめっちゃいいやん。そう、そういうちょっと、まとめて攻撃してくれるような技が、いっぱいあるといいんだけれども。よし。頑張れ、私。余裕だね。お、いいね、いいね。それ最後の一匹やろ。多分、メグちゃんだけでも今のはとどめを刺されてたと思うんだけど。楽勝だった。確かに。はい、240ゴールド、すっくな。お金めっちゃ少ないやん。ひひ、はぁはぁ、そんなに？そんなにですか？お、これは？水ぴょん。さっきの何やった？ミドぴょんやったっけ？うおー、なんか意外と効いたような気がするぞ、今の。ありがとう。感謝。ひえー。でも速攻で削られていく体力。この子たちは攻撃力がちょっと高いのか？なんかそれぞれのぴょんたちの、こう、なんていうん、特性というか、そういうのをいまいち把握できてないよね。ここまで来といてやけど。エナジードレイン。おー、いいね、いいね。回復。めっちゃニコニコやん。小柄かすぎる。はい、勝利。筋肉痛になりそう。頑張って。頑張って。お、二人レベルアップ。ミラーレベルアップ。メグはレベルアップ。お、そしてボーナス経験値1440。さあ、これは、とりあえずキャンディーさんに与えておく。あ、上がらんかった。上がるかと思ったのに。くっそ。美味しいもの食べたい。私も。お、ちゃんと繋がってる。みんな美味しいものは食べたいよ。お？ミドピョンとミズピョンや。2匹、2匹 ?2 種類になった。よし。ここはとりあえず弱いミドピョンの方を。先に潰してしまおう。ちょ、待って、よろしくない。それは回復でしょね。超回復料理召し上がれ。あ、いいね、いいね、満タン。覚悟なさい。あ、これって別にあれなんや、隣同士の敵を攻撃するわけではないんやね。とりあえずどれかしら2匹っていう。お尻をつつかれても朗らかな笑顔。いい気分で力がみなぎる。さっきちょっと怒ってたのに。ダブルスラッシュ。おー、いいぞいいぞ。どうだ、さっきから表情と言ってることが全く合っていないメグちゃん。勝った。お、やった。今回こそキャンディーさんレベルアップ。お、ボーナス経験値も1255。これは、とりあえず、ミラさんに。一番ちょっとまだね、レベルが低いから、この中では。ぴょん狩りって言ったけど、なんかそんなに多くなかった気がする。
バナナの方が良かったかな。お、二組好きレベルアップ。すごく好き。二人は手助け2を覚えた。うんうん。手助けする確率と効果がアップ。一緒にやろうよ。結構気になる。二人は気遣うを覚えた。相手がダメージを受けたら慰める。大丈夫？みんな思いやって。思いやってやっていこう、冒険。はい、ゲームコーナーでルーレット。四つ葉のクローバーが欲しいです。あ、でもこれゲットできるんじゃない？黄色率高いし。あー、止まってー。まさかのギリギリ。まさかのギリギリ通り過ぎた。経験値ちょっと。せめていっぱいとかにして欲しかった。これは、ゆうかさんかな？あげます。よし、ちょっとでも、レベルが上がる人に。はい、これでゆうかさんレベルアップ。はい、いいえ。さあ、それじゃあ、お小遣い。誰かなんか買えるかな？バナナはちょっといいとして。英雄の玉、全然や。英雄のだが、四つ葉のクローバー。これかさっきの。ヒーローのドレス。ぶどうの絵かわいいけども、誰も買えない。お金少な。はい、じゃあとりあえず出発していきますか。食べ物もないし、つら。あれやな。カネピョンとか出てきて欲しかったね。ピョン狩りの時。はい、それじゃクルミン。ん？お？ちょっと待って、消してしまった。はい、この4人で行くね。クルミン、リミちゃん、キャンディーさん。さあ、それでは、行きますか。次は、あの宝箱のところがどうしても、超魔王の間。めっちゃなんか星破壊されとるけど大丈夫？そういうもんなの？そういうもんなんすか？お腹減っちゃう。みんな、あ、そっか。食べ物与えてないもんね。むははは。どうも。よくぞここまでやってきたな。大賢者マリアを返せ！褒美だ。何？全力で相手をしてやろう。何も褒美じゃねえ。てか、いつも思う。顔が長いぞ、君。なんかもう、はぁ、いろんな顔を吸収して。おぉ。手が生えてきた。不気味でしかない手やん。やば。てか体バラバラになったの。太陽だ、太陽。はい、来たー。でも見た目的にはさ、超魔王マリア、見た目的にはさっきまでの方が強そうじゃない？なんか手だけごつくなったけど。むははは。見ろこの偉大な姿を。感じろこの溢れる力を。さあ始めよう、最後の戦いを。偉大かどうか全くわからんけど。わわ、待ちなさい。超魔王マリア、奴の力はあまりにも強大。仲間全員の力を合わせて10人に戦うのだ。ふんふん。旅に出る仲間を選んでください。左手で戦うのはとりあえずこの3人。おう、この3人でいいかい？よし。とりあえず、あゆな、りみちゃん、さっちゃん。で、右手はこの3人。もう、とりあえず。てかね、もう、確実に全員使うわけやけん。どのメンバーでもいいよ。そして、一応すべてのところに、回復役は1人ずつおるやろ。てか、多分全員回復技使えんのかな。まあまあまあ。マリアの左手。行くぜ行くぜ。でもなんか親切よね。
基本的にさ、だって他のゲームとかやったらあれやん、こういうなんか右手とか左手とかそれぞれに体力あるやつっておるけど、ボスとかで。いやでも絶対なんかこう顔も手もまとめて出てくるやん。いやのにこうやってまずは右手ねみたいな、次左手ねとか、最後顔ねみたいな、バラバラで出てきてくれるって超優しくない？メガファイヤー。あ、手伝え手伝え、うおーうおーって顔じゃないけどな。あ、最初左手やった、右手じゃなくて左手やったわ。が、何その目、何あの目、腕は超気持ち悪いんやけど。激辛料理。あ、こんなところで仲違い、堪忍袋爆発。ちょちょちょ、揉めてる場合じゃないよ。そして間でラブ&ピース、まさに、おお、ありがとう、速攻でや。攻撃力は弱いんかな、だいぶ弱い感じやね。なんならピョンの方が強かったけど。大丈夫？超魔王なのにピョンに負けてて。よし、これで勝利。次は右手か？ドキドキ、頑張れ、落ち着いて。ここはあれか、キャンディーさんが回復できるけんね、ちゃんとそれぞれに。うんうんうん、まあ、結構適当に選んだけどね。HP バナナが足りないな。マリアの右手から盗む。そっか、ここはここでそういう方法を取れるから。あれ？もうあれなんか、宿屋にバナナないのか。誰も持ってきてないやん。ゆうかさんが今ちょっと、マリアからくすねたぐらいで。お？何？ロックオンされたよ。なんかすごいキャンディーさんがぼーっと見つめてるけど。大丈夫か。まあね、ゆかさんはバナナを取れるから。あれは永遠に取れるのかな？右手はガードが甘くなった。やっぱ右手左手同じ手でも攻撃パターンが全然違う。おう。イエーイ！ HP バナナが足りない。永遠と盗めるような気がする。てか敵はどんだけバナナを持ってるんだ。挟み撃ち。そしてずっとロックオンされている。いつまでロックオンされてるの？よく弱点がわかるね。弱点を攻める。あー！ゆうかさんが！ちょ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 。1。よく耐えたね。よく耐えたね。でもまあちゃんとバナナを持ってる方でよかったけど。エナジードレイン。あ、そっか。ミラさんはミラさんで自分の回復はできるんよね。人はできんかったかもしれんけど、まあ、ゆうかさんはバナナを取れるし、キャンディーさん回復技あるし、ミラさんは自分回復できる。いけるね、3人とも回復できるわ。お、お、2つも盗んだ、さすが。さすが、いい感じやね、ナイスナイス。さっきから死にそうで死なないっていうギリギリのところを、ひよりを裏をつく。さっきのバナナも消費することなくキャンディーさんがとりあえず回復してくれたけんね。どこから目が出てきてるんだ。おーっと、ミラさんが危ない、ピンチ。あー、やばいよやばいよ、ちょっと。あ、大丈夫？まだロックオンだけ？いけ！やっつけたかと思った、一瞬。回復しなよ、回復。おー、よかった。メガキュア。お、スキレベルアップ。結構気になる。このシーンでもロックオンされてるんだね。二人は気遣うを覚えた。相手がダメージを受けたら慰める。大丈夫？本当に気遣ってるか？ MP 飴、ないか。お、これを使って分け与える、いいね。ミラさんはそう、あ、でもキャンディーさんも回復技使いよるけん減りが早いかと思ったけど、そうでもないのか。ひえー、や
めてよ、そのもう一度行動っていうのやめてよ。そりゃね、3対1やけどね。3対1で不利なんかもしれんけどね。やめてよ。そろそろやっつけれないか。ネガキュアキャンディーさんの回復技はあれか、こうなんか複数回復とかはなかったんかな、個人個人だけ。あ、やばい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 、ちょーい、あ、ちゃんとばらけてくれてありがとう。ゆうかさんもう一発やられとったら終わっとったかもしれん。あ、キュアオールがあるんか。いいよいいよいいよ、キャンディーのハートをくすぐる。興奮した。なんかちょっと危ない感じになってるけど大丈夫、それを見て我に変えられるっていうね。落ち着いて。おお、ロックオンされた。いけ、挟み撃ち。ちょ、鼻息荒い、鼻息。く、まだか。ひゃほーい。お、またしても挟み撃ち。いいね。キャンディーさんの方が攻撃力高いんか。やったね。レベル1個しか変わらんけどな。武器かな。そして最後の戦い。さあ、これでやっと、本体？やったね。あとは4人に任せよう。ん？それぞれみんな本当にきっちり役割分担しとって、自分たち担当のとこ以外は一切、見向きもせんっていうね。もう勝ったつもりか？見せてやろう、真の力を。むははは。おー、顔がやばいよ。顔が取られた、またしても。大丈夫かよ、おい。ああ。取り込まれたよ。そんな顔のパーツありましたっけ、みんなに。ないよ。ないでしょ、そんなの。何、何が起きてるの？その顔は？誰の顔だ？その顔は誰の顔？元々の？これが最後の戦い。絶対に勝つ。マリアの顔か。それとも他のメンバー？新超魔王マリア。新。顔。もしかしてちょこちょこ顔が変わったりとかそういうことはない？あ。いきなりの協力。両手引っかき。周りのやつとか使ってめっちゃ攻撃してるそうな感じやね。で、ここのチームは一応、ピッコーちゃんが。新しい技。大地の怒り。大地はお怒りだ。おぉ。メグちゃんが。あ、仲間を呼んだ。誰や。ゆうかさんが。ふわ、自分たちの番以外は見向きもしないどころか。ああ、あゆな。向こうに協力している感じにすら。で、ここのチームは一応ピッコーちゃんが回復はできるけん大丈夫でしょう。ちょ、メグちゃん体力がちょっと少なくなってきたよ。ダブルスラッシュ。あの顔たちはもうやっつけたらすぐに戻るのか、それとも再利用されるのか。何回でも復活するみたいな。お、全員が協力。いいねいいね。えい。今のところあいつ自身は全然攻撃してこないんだけど、仲間を呼ぶばっかりでずるくない。誰、ホリミちゃん。そして呼びすぎやろ仲間。誰、さっちゃん。みんな手加減いらんけん頑張ってこう。いいとこ見せたい。新しい技、熱弾連射。いいねいいね。本体にもちゃんと攻撃があった。あー、やばい、メグちゃん。ちょ待って、よろしくないよ。とりあえず速攻で倒せたけどさ。ちょ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 
命のふりかけ。ちょ、待って、はい。OK。はい、めぐちゃん、ガーツ。油断しないで。速攻で、速攻で体力が半分に減らされたけど大丈夫かしら。頑張った。頑張ってよ、めぐちゃん。花が咲くよー。いつも思うけどさ、敵の前まで出ていって、ああいうことしよったらなんか、後ろから、なんかどつかれそうじゃない？好き。そのものズバリ。また仲間。誰だ、次は。おー、キャンディーさん。そして、誰だ、ミラーさん。うわ、ちょっと待って、大丈夫かい。ビーム。もうプーさんすでにさ、マジックポイントめっちゃ、あ、クルミンもや。二人のマジックポイントが全然ないんですが、あ、でもあれ、飴も持ってないな。もしかしてあれ、バナナも飴もないの、ヤグヤに。マジか。それはちょっとバナナ狩りに行っておいた方が良かったんかな、やっぱり。今更ながら、一応ふりかけはあるけどね。ちょ、待って、いや、大丈夫です。変なところを押してしまった。一瞬何が起こったのかがわからなかった。あ、もうあれ、仲間は使い果たしました。あー、眠った。あー、起きてー。なんか二人正反対やね。一人は悪夢にうなされよるし、もう一人はめちゃくちゃ、お、かわいい。あ、なるほどね。それで回復できるんや、マジックポイント。なになになに、周りのコインめっちゃ吸い取ったけど。あー、めぐちゃんニコニコだけど体力が玉切れだ。マジックポイントがないよ。あれか、みんなマジックポイントなくなったら普通の打撃みたいなのはないってこと。今更ながら咲き乱れろー。しかし全体回復になるとめちゃくちゃ少ない。さあ、ここからが本番だ。何、攻撃パターン変わってくるやつ、やめてよー。え、怖い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 、全部の顔が怖い。何、大丈夫か。ちょ、危険すぎる、危険すぎる。ちょ、危ない。はい。HP 振りかけ。全員に。とりあえず、今のはみんな HP1 でとどまるようにっていう、あれやろ。風圧360しかない。ここからはみんな、テンション高めに行こう。怖い怖い。2発ぐらいでやられるやん、みんな。大丈夫？満タンやったのに。いけいけ。おー、いいよ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 、めっちゃ効いた。最低、興奮状態のまま。あれか、クルミの攻撃力がめちゃくちゃ高いんだ。ね、桁違いやったよね。頑張れ、頑張るんだ、みんな。あー、くるみーん、なんてこったよ。こっちみんな。おっ、やっつけたー。やったー、よかったー。ダメかと思った。あー、くるみんだけ犠牲が。あとちょっとやったのにね。もうちょっと耐えていただきたかった。みんなの顔は無事に戻ってるね。よかったよかった。おっ、ちゃんとマリアも元に。お、なんだなんだ、まだ、はっ、今度は前のようにはいきませんよ。うん、ぐ、魔王の呪いよ、これであなたは動けませんね。ぐぐ、アイラさん、助けていただいて感謝します。いえいえ、少しだけ聞いていただけますか？うん。何？魔王の呪いの過去を。
そっちのか。ずっとずっと昔のこと。彼は一人の人間でした。一人ぼっちの寂しい人間でした。なんでみんな僕を無視するの？振り向いてくれないの？悲しい。顔に問題が？そうか、この顔が悪いんだ。そんなことないでしょ。個性のないこの顔が。みんな同じようなもんじゃないの？そして彼は捨ててしまったのです。顔を。大嫌いな自分の顔を。顔を捨てた彼は存在を保てなくなり、やがて消えてしまいました。それは死んだということかな。人間を恨み、妬み、憎む、心だけを残して。これ妖怪ウォッチとかに出てきそうよね。キュッピーみたいに見えるけんかな。その心の慣れの果てが魔王の呪いです。さてアイナさん、この魔王の呪いをどうしますか？私これ前回スクーにしたんよね、多分一周目の時。え、でもさっきの話聞いたら救いたくなるやん。ただし今回は違う方を選択する。消滅。わかりました。では魔王の呪いを消滅させて彼を苦しみから救ってください。あなたの神の力で。いつ神になったんだか知らないけれど、ハメハメハやん。なんかさっきのさ、魔王の過去の話を聞いて消滅させる、ありがとう、こうは言ってくれるみたいだけれど、消滅させる選ぶってなんかね、すごい人手なしみたいな。これでミートピアに平和が戻ります。アイナさん、改めて言わせてください。ありがとうございました。ほっほっほ、よくやってくれたアイナよ。めっちゃ拍手しよう。これで怪物たちはいなくなり、奪われた顔はすべて元の持ち主に戻るであろう。そなたはこのミートピアを救ったのだ。おー、いいね。お、みんながポーズ取っていく感じめっちゃいいね。好きよそういうの。ちゃんとみんな固定のこういう決めポーズがあるっていうのがね、お、かっこいい。ミートピアの救い手アイナ、そしてその仲間たちよ、心から感謝するぞ。ほっほっほ。いいねいいね、平和な感じ。は、みんなの顔が天から。これでみんなのところに戻ってきた。おー、こうしてミートピアに平和が戻ったのです。おめでとう。簡単な感じで終わってった。なんかこういうさ、エンディングロールのキャラクターのところにもちゃんと自分が設定したキャラクターたちが現れるっていうのがすごいよね。だってあれやろ、人によって全然違うキャラが出てるわけやろ。すごいよね。王様、トラララララ。最後まで言いづらかった。こういう平和なその後みたいなのもいいね。なんかこうセリフとかないけどさ、なんとなくなんとなく想像つくやん。いや、でもあんなくねくねした感じの旦那は嫌だな。はぁ、ここはなんだかね、報われない。二人で組んで何かやるんすか。でもいい感じのコンビになりそうな。隣の国の王子とランプの魔人。そう、妖精の三姉妹めっちゃ可愛かったよね。いいねいいね、あんなセクシーな感じになりたい。長女ミク、お、久々に見た。久々に見た。後半ずっとこれやったもんね、学校。大魔王アスム、兄弟揃って大魔王になってもなんか間抜けな感じっていう。
怖いよ怖いよ、なんかおぉめっちゃ召されたかと思った。すっと召されたかと思って、お、直してくれたの。大賢者マリア、犬の紹介もしてあげてよ。ないんかもしれんけど。お、そして仲間たち、いいねいいね、かわいい、わちゃわちゃしてて、お、記念撮影。おー、めっちゃいいやん、ちゃんとみんなそれぞれ映っとる、うまい具合に避けれるもんやね。ミートピア、お、戻ってきたよ、ヤドヤに。お、旅人の町に新しい旅人が来ました。冒険姫エレン、姫スカートを履いてる、本当に。演説ヴァンパイア、昨夜。かわいい。頼りない蝶々。はてなはてなはてな。蝶々やってきた。何やら困っているみたい。旅人の街に行ってみましょう。ほい。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まああの3人のやつはまたクリア後の要素ってことで、新しい職業が増えるんか、ヴァンパイアとか、その辺もやっていけたらなと思います。